第2部エリーの里を出てメルカバでブリオニア島に移動中ですね。その前に散策内部に向かっていく感じで、なんかアイシュとさ、ユーシスさんが一緒に、なんにゃクルトくんね、カウンターにはクルトがいます。慣れない感じではありますが、これも経験なので、さすが余裕のある意志で持ち回ろうっていう、あ、勇士か。うーん、そのうち僕も任せてもらおうかな。これは得意なんだよね。対等で、対等だと思ってもらわないと。なんかそのクルト君の上を敬う気持ちすごいよね。ね、リン。俺にとってもクルトたちはお集合であると同時に頼れる仲間だからな。はーい、ほんと簡単な飲み物とな。ねえ、ほんとね。僕もクルトくんたちより年は2つ上だし、それなりに頼りになるところを示していかないと。紅茶飲んでるんだね、クルトくん。心が広い。了解です。いつでもどうぞ。了解です。いつでもどうぞ。了解です。補給ですね。補給です。ペッキーこれ買っといた方がいい。でもホーリーも聞いたことない気がする。お金がないよ。ヘッドセットがある、ヘッドセットがある。いや、お金がないよリンくん。これ困ったぜ。なにこんな明日金ずつもらっていくスタイルなのかわし。いつでもどうぞ、うん、了解です。補給ですね。え、こういうのもあるんだ。揃ってますね。いつでもどうぞ。掘り出し物なし。いつでもどうぞ。はい、ありがとうクルトくん。勇士で持ち回るボイスを聞くためにセリーヌ。そしてアッシュ、アッシュに勇士と二人で読書してる。相変わらず声かけに熱心。はい、熱心ですわし。パイセンもなかなか面白そうな本を持ってたから交換中。帝国の地学や農業、産業史に経営論。一言で言うと、領地運営の参考になる書物。なるほど。それはまた、俺も歴史学の教官として興味はある。なるほど。文芸部とは小耳に挟んでいたが、まさかこんなものを読みたがるとは。何でも読むって言ってたから、こんな状況じゃいまいち語学小説を読む気にもなれない。あー、なるほどね。それに自分じゃ買わねえ本をタダで読めるなら儲けもんだろ。ね、すごいいい考え、理にはかなってる。うん、すごいねあっち、ほんとすごい。そしてちゃんと水なんだね、アッシュ。まあ出してくれんか、クルト君が。てかむしろないか、お酒なんて。勉強のための本を持ち歩いている。何をどう取り繕っても領主代行としてはまだまだ未熟。気も紛れる。うん、うん、はーい。幼霊窟、前にミリアムが訪れた場所ね。しかも黙って行っちゃったやつよね。はーい。そしてセリーヌ、早速ミルクを飲んでいる。少し喉が渇いた。待って待って待って。よっこいしょ。アグラスタイルリン君。ちなみに私もアグラ書いてますね、ソファーの上で。リン君と同じスタイルだわし。何をわざわざしゃがみ込んで。よく考えたらセリーヌには面と向かってお礼を言えなかったと思ってさ。ほんとね。別にいいわよそんなの。まあ聞いてくれ。改めてありがとうセリーヌ、ほんとね。一番苦しい時にいつも俺のそばにいてくれて、ほんとよ、ほんとよ、ねえ、ほんと。今俺がこうして無事なのは紛れもなくセリーヌのおかげだ。
それは別に使命を果たしたまでで。ともかく俺は言葉以上にセリーヌに感謝している。また改めて落ち着ける時間もきっと取れるだろうし、どうかその時にでも具体的な恩返しをさせてくれ。セリーヌが喜ぶことって何よ。あんたも本当に律儀というか、期待せずに待たせてもらう、なんだろう、美味しい、なんかこう、なん、チューペット、なんだっけ、チュールか。チュールをあげようか。すごい、なんか、4個以上めっちゃ良かった、スクリーンショット。なんと、さすが。やっぱなんかダンスと一緒でさ、こう見ながらやるのは、アガイウスの武器がある、見ながらやると違うよね。いいね。 VR やったって言ったじゃん。また VR の話かよ。こんな感じだった、まさしく。なんか前に鏡があって自分の姿も見れるしみたいな。サラ教官、こちらにいらしたんですね。ね、いいね。スペースの割に驚くほど設備が充実している。こっちからも話しかけたい。かっこいいな、ザラは。かわいいし。あ、ここ一応、剣判定があるんだね。いけない、こっち。いや、お似合いだと思いますけど、私、お二人は。ダメですかね。まあ、プレイヤーそれぞれ好みがありますよね。いいな、いいな。さて、こっちは？リファレンスルーム。おお、何してるの？検察員の仕事をしてる？へえ。ステファン先輩と連絡を取れれば。正規軍で動力ネット関係の仕事をしている。おお、なんか言ってたような気もするけど忘れてた。職務の性質上もあってか、外部からのコンタクトは一切遮断してる。なんだと。ポムッと。気がついたら、アークス2にもアプリが追加されていましたよ。ちょうどいい。はーい。了解。国家総動員法が発令するまでは連絡。まあそうだよね。じゃあ後でポンプや、ポンポポムッとポムッとやろうぜ。あ、これか、黒の師匠。はい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 。帝国時報がある。ここまでのやつはエリンの里にあった？と思ったらここにありました。なるほどね。一応気になっている人たちに読まないけど、どうぞ。私が動画内でね、黒の師匠を読んでないっていう。帝国時報を読むくせに。結局裏で私が読んだだけだったんでね。いやーすごいよね、黒の師匠。はい、まだ3冊だけですね。で、おーおー、お、何してんの、フィーちゃん。あ、この感じ懐かしい。すごいクアルセイを思い出す。ニューナーさん、はい、はじめまして。
なるほど。スロットとかも見たしね。この辺もいいんじゃない。ホーリーブーツ、会費がつくのか。なるほど。お金がね、ちょっと保留していいですかダメですか。はい。で、ピーちゃん、武器の手入れをしている。ガンユニットの調整。いや、ガンユニット大事よね。だってフィーちゃんがさ、カウンターしてくれるからこそ崩せたり、ほんといい展開になってるし。うん。そしてリーンの背中をこれまで以上に守るためにも。ああ、反動も強くなる。なるほどね。自分でいじれるのすごいね、さすが。こっち何？イグジット。外に出るだよね。で、こっちがそのあれ、なんて言ったっけ、エンジンルームみたいな。そうそう、機関室。アルセイユもね、入れなかったからね。はい、というわけで、うん、ブリオニア島までの航路が確定した。30分、もう30分ね、かなりの速度。にゃー、避けられない運命ね。最後まで付き合える。今はただ前を向いておこう。どんな運命が待ち受けたとしても洗面所で顔でも洗っておくか。あー、そういう感じ気合い入れる感じね。じゃあ、ちょっと VM しようかなと思います。カード。妖怪だ、相手になろう。どれでいこっか。もう一回シーフ試してみるか。おー、それ欲しい。遊戯を始めよう。脳筋マスターじゃないですか。ブレイズいいかな。メルディックね。うんふんふん。これいきなり何も出せないやつなんだが。さて、移動してんす。ブリックス出す。でも死んじゃうよね、出しても。ってなると、キュリアベルを出した方がいいかな。2ダメージ。あー、そうでした。で、もう何もできない。ね。水あんまり出ない。そうよねラウラだったらそうだよねっていう感じなんですけど。水か。ブリックス出したら、ここはスキル発動して3か。移動して攻撃しとこっかな。で、マーム出してかな。あ、そういえばそういうのあったね。ないと。さて、魔晶石が出たと。クリアベルを出して、
こっか。スキル使っとこっかなーって。ダメなんかーい。そうよね。で、7怖いなー。移動してスキル回復して、あと2か。移動して抹消石使ってで、フィフネル出すかブリックス出すか。ブリックス出そっかな。で、攻撃をしとこう。6か。やってみるか。次何のカードが来るかによるな。減らしとこっか。まず攻撃をして11。攻撃して相当きついな。ちょっと待ってね。ここで6回復できるんだっけ。から8でしょ。で3だから、こうやって回復だけだよね。天属性は攻撃力が上がる。足りないな、これ1足りんわ。1足りない。え、これでだと3でしょ。で、仮にフィフネル出し、いや待てよ、これ使えばいいんか。あ、いけるかも。これでこうして、でフィフネル出して、で、これをフィフネルにして、これをこうすると。ナイタ。やった。そなたの勝ちだ。久々に初見で勝った。ナイトもらった。やった。はあ、強かった。よし、あとはポムッとやるか。ぐらいよね。よし、じゃあポムッとしましょう。これはまあボイス集めですね。マキアス。それではゲームスタートだ。はい、スタートだ。あ、いった。君の勝ちだ。なんか勝ったけど、勝ったけど、うんって感じの勝ち方だったな。よっしゃ。よし、じゃあ一旦止めます。やっぱりこの曲はあれですね、サードじゃなかったですね。青の奇跡の天の車っていう曲みたいですね。千の奇跡ではないなと思ってたんですけど、青だったとはって感じですね。あ、シャワーじゃないわ。顔洗うんでした。顔洗おう。ふう。銀の髪に赤い瞳。それこそ、伝承の吸血鬼みたいだな。あー。どうやらあれも、帝国の呪いの犠牲となった、ノスフェラトゥたちがモデルらしいが。あー、なるほどね。ニエとしての俺と比べたらまだ可愛いくらいかもしれない。おっと。洗面所使う。なんということでしょう。アリサ、うれ、うん、やり、うん。
いや、うん、いいよ。髪と瞳の色戻らなくなっちゃったね。これはこれでかっこよくないか。あなたはかっこいいわ、どんな姿になっても。私たちの大切な仲間で、私にとっては誰よりも大切な人。そうだね。にゃ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 、ちょっと、え、なに、ど、どういうこと、どういうこと。ちょっと甘えたかった、そっか。いや、超、超かわいいです。下のラウンジに行ってるわね。ロジーヌからもらった船のマリアに目を通しておきたい。はい、息止めなくていい、リン君。少し様子が変だったな。あー、そういえばさっきなんか思い詰めてた感じだったね。アリサの事情を考えるといろいろあるのは当然。え、そういう感じな。これ私のセーブデータのあれだから。大切な仲間としても、思いを交わし合った仲としても、思いを交わし合った仲としても気にかけておかないとな。これは完全に私はアリサルートですね。応援します。よし、ブリッジに行くか。ガイウスと話してみよう。オッケー、オッケー、リン君。リン君はアリサが一番ね。オッケー。アリサいない。うん。アリサどこ行った？下のラウンジに行ってるわねって言ってたか。下、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 下。おい。あ、いた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 。何？ああ、これね、資料。いや、全然いいよ、全然いいよ。ちょっと私が見てたけど。私が見てたけど、ごめんね、なんか。逆にごめんね。うん。そんなクルト君はなんか言い換えたりする？あー、なんかありません。こんなもんですか、じゃあ。はぁ、あ。アリサ君よ。なんですかね。では、メインストーリーを進めていき、行こうと思ったんですが、ちょっとやっぱ時間があれかな。うんうん、そうだよね。ハトバだとカイト方面に面しすぎている。ジュノーにも帝国海軍集結してる。あ、そっか。いや、ありましたね。あ、砂浜。ね、砂浜あったね。プライベートビーチみたいだねって言ってたところ。なんだ、とっくに当たりをつけてたんじゃないか。そうよね、ガイウス来てくれてたもん。そうそう、数ヶ月前ガイウスがブリオティアルに火星に来てくれた時、知り合いに送ってもらったって言って。そんなこと覚えてんの、すごいね。あ、あ、待って待って、言ってたかも。ハトまで聞いたんだっけ、それ。夕日の中。帰国がてらトマス副長の2号機に送ってもらっていた。ロジーヌ・エルロンドにもその時にお世話になった。なるほどね。デアフリンガー号が現地に出発した後。なるほどね。その時も経験もあるから、北西の砂浜はまず問題ない。おーい、20分ほど。一通り確認した。ちょっと一旦、次のパートに開始しましょうかね。はい。ちょっとなんか、いろいろ思うところがある感じでしたけど、いよいよ次回、総国とや、なんとやら、苦労たちに聞くというところで、ここまでです。ありがとうございました。